さてここからは特別ゲストを迎えして番組を進めてまいります。アベノミクス3本の矢のうち一つ目の矢である大胆な金融政策については限界説も強まる中、投資を喚起する成長戦略への期待が内外で高まっています。今日はアベノミクスのキーパーソンである山本幸三内閣府特命担当大臣をゲストにお迎えしています。山本大臣、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そしてここからは日経 CNBC 大石シニアコメンテーターにも加わってもらいます。大石さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて山本大臣には今後の成長戦略や規制改革、さらに来年の日本経済や世界経済の見通しについてもじっくりとお話伺ってまいります。山本大臣、成長戦略の要となる地方創生、そして規制改革、戦略特区、行政改革など本当に幅広い分野を担当されているということで、視聴者の皆さんからも質問を募集したところ、日本の潜在成長率を上げる抜本的な経済改革や財政改革について具体的にお話しいただきたいとのご要望が来ていますので、はい、今日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まだそれ以外にもですね、担当ありまして、はい、国立公文書館とかですね、あるいは特定秘密をチェックするところとか、あるいは公益法人、そういうことも担当しています。本当にお忙しい中今日は来ていただきまして、はい、ありがとうございます。さあ、そして大石さん、まずはやはりここまでアベノミクスの成果についてお話、ね、はい、まずそのアベノミクスのこれまでの評価を、山本さんはまさにその仕掛け人と、アベノミクスの仕掛け人と言われていただけに、その山本さんの目から見てのですね、評価をお聞きしたいんですが、ちょっとこちらでですね、まずアベノミクスのおさらいをしたいんですけれども、株価の動きっていうのは映りますかね。はい、衆院の解散が決まってですね、安倍さんがというところで、ここで一気に上がったと、そして黒田バズーカの第2弾ということで一気に上がったというところで、今年に入ってちょっと低調になってですね、アベノミクスどうなのという声で、最近はですね、これ上がってはいるんですけれども、そのいわゆるトランプのミクスと、トランプさん効果に支えられているのかなというところがあります。そしてもう一つですね、 GDP、 名目 GDP のところを見てもですね、出ますかね。今その名目 GDP をですね、600兆円ということで目標でやっているわけですけれども、こちらの方にですね、でその15年度の数字については500兆円だったんですが、一応その、今回その研究開発費を含めていくという、国連の形式に当てはめるということで32兆円上がってはいるんですけれども、ここもそれほどこれはちょっと数字のマジックじゃないかとかいう声もある中で、山本さんはそのアベノミクス、これまでどういうふうに評価されているのかと。私は大変成功した政策だと思ってます。まず大胆な金融緩和で一気に円が安くなり、株価上がってきました。その結果、デフレではないと、まだデフレ脱却までいってないんですけれども、デフレではないという状況になってきました。で、今言ったように名目も実質も GDP は伸びてですね、特に顕著な改善を示しているのが雇用ですね。失業率が下がり、有効求人倍率が上がってます。ただ一つ懸念が あるのが、その2014年4月の消費税の引き上げでですね、消費がちょっと足踏みをして、それが全体の経済の足踏み状況を生んできた、わけで、私どもも1年ぐらいでその影響は終わるかなと思ったんですが、そう簡単ではなかった。やっぱ 3% 引き上げたのは本当に大きな影響を与えたということで、これまで、今年に入ってもですね、まだその影響は続いてきました。ただようやくこのところ消費が少しずつ、プラスに転じてきて、これから回復するかなと、いう状況になってきたと思いますが、それにトランプさんが大統領に当選したということで、アメリカ側が非常に積極財政、減税というようなことに出そうだということで、また円が下がったことによって、ある意味で神風がちょっと吹いてくれて、これが相乗効果を起こして、来年度から一気に伸びてくるんじゃないかと私は期待してますけどね。
一気に伸びるというのは消費もと消費も含めてね、はあ、株価はどうなんですか。株価上がってその参考が必ず出てきますからね、はい、株は引っ張ってどういうふうにご覧になってますか。私は株はどんどん上がると思いますよ。そうですか。というのはこれはまあ後でお話が出るかもしれませんが、はい、まあ、成長戦略のところで、TPP はアメリカはやらないと言ってるんですが、日本はもうその法案を通して、はい、それに応じた体制を組んでいきます、はい、でこれは生産性向上に役立つような施策がいろいろあるわけで、うんうん、プラスしてIR 法案がね、通りましたので、はい、これもずっとアベノミクス始めた時から海外の投資家に話をして回る時に必ず言われるのが、日本は成長戦略動いてないじゃないかと、はい、まあ、成長戦略結構やってると思うけど、どこがって聞くと、だって IR ができてないじゃんって言われてね、まあ、彼らの頭からすれば、IR というのはすごい投資機会を生むものだから、これが成長戦略の重要なファクターなんだなというふうに思いましてね、まあ、それをようやく進めるということになりましたので、海外の投資家から見れば、これは一気に日本は変わるぞというように評価するんじゃないでしょうかね。なるほど。クレスさんもその IR については市場の期待もかなり高いですよね。そうですね。これはトランプ安倍会談がやっぱり一つのきっかけになったかなというふうには思います。これが前に動いたというのはですね、逆にトランプ政権の誕生で日本の成長戦略がプレッシャーをかけてもらうことで、逆にこれからもっと進展するという意味で結構期待は高くなりつつあると思います。やはりトランプさんの登場というのは日本にとってもプラスになったということになるんでしょうか。私はもっとシニカルに見てまして、ちょっとトランプさんの保護主義の考え方は非常に問題があると、はい、しかもアメリカ第一というような考えをしているという意味では、長い歴史的な中から見れば、アメリカの支配は終わったというように考えるべきじゃないかなと思ってます、なるほど。でただ短期的にはね、財政刺激とかやるということですから、はい、日本にとっても悪くはない、しかし、それでうかうかしてると、長期的にはアメリカおかしくなりますから、はいはい、保護主義を取れば、一時的にはいいんだけど、はい、アメリカの経済企業の競争力とかを、損なっていきますからね、長期的にはアメリカ衰退の道に入りかねてくるということで、ここはやっぱりこのタイミングを使って日本はしっかり自分の地方をね固めるようなことをやらなきゃいけないなと思ってます。これに関しては視聴者からも何か質問入って、そうですね、視聴者の方からもご質問来ています、トランプ次期大統領は一つの中国政策について、通貨政策、北朝鮮問題、南シナ海に絡めて判断する方針を示しています。日本はメキシコ、中国と並んで大統領選挙期間中はトランプ候補に名指しされて批判されました。現在進行形の日露交渉では領土と経済を絡める交渉が外務省と経産省の温度差もあり、うまくいってないようにも伝えられています。トランプ政権発足以降の日米交渉で為替相場、対米貿易黒字、サイバーテロ、地球温暖化、防衛費、尖閣問題など日本の交渉体制は整備されているのでしょうかというメッセージいただいていますが、こちらに関してはいかがですか。この点については私は安倍総理は非常にうまく立ち回られたと思います、当選されてですね、すぐ、候補者の段階でありながら会いに行かれたと、一方で、現職大統領オバマさんの顔も立てると、はい、いうふうに言い過ぎかもしれませんが、ハワイの慰霊の訪問をされるということもして、そして、来年の1月20日にトランプさんが正式に大統領に就任しますから、安倍総理はすぐ会いに行かれると思います、そういう形で、日米関係、これまで縁が比較的薄かったと思われるトランプさんとの関係をしっかりですね、結ぶ世界の第一の首脳になるというふうなことが期待されます。なるほど。でその意味でトランプさんも大統領に就任してみるとですね、やっぱり国際関係をしっかり見なきゃいけないので、その時に、日本というね、安定した同盟国があるということがどれだけ重要かということは
よく認識されると思いますので、なるほど、まあ、その意味では、はい、安倍さんとトランプさんの、うん、間はうまくし、うん、日米関係は、うん、まあ、しっかりできるというふうに思っています。最初 の、 まあそのアベノミクスの話に評価に戻るんですけれども、はい、まあ、やはりその金融政策についてはまあちょっと限界じゃないかという声がまあマーケットでは強いんですけど、大臣ご自身はどういうふうにご覧になってますか。私はマイナス金利は評価してません、うん、マイナス金利がうまくいくための条件は、はい、もっともっと量的緩和を続けるか、はい、財政拡大をやるかということじゃないと、はい、うまく機能しない、まあ、その意味ではこれアメリカも、やりだしますけど、うん、まあ、アメリカの場合はもう逆にインフレになる恐れもありかねないんですけど、まあ、日本の場合はまだまだ需要不足ですから、はい、私は積極財政をね、うん、やらなきゃいかんし、まあ、今回28兆円ということで打ち出してますが、うん、まあ、本当に真水のところは、うん、まあ、まだまだやってもいいんじゃないかと。そうすると、うん、その弊害はなくなるかもしれないけど、うん、今のような感じだとむしろ金融機関の収益を減じて逆にデフレ的な、ね、状況になりかねないというふうに危惧してました、うん、ただまさにトランプ効果のおかげで円安になってくれましたんでね、うん、その意味では日銀もちょっと救われてるというふうに思いますが、はいはい、基本的には私はマイナス金利じゃなくて、はい、どんどん量を増やすという政策で、はい、やるべきだと思うし、うん、それに財政が、うん、拡大で、うん、応じると、そういう姿がいいと思ってますけどね。実はその大臣はイエレンさんとかなりお親しいということ、まあ、親しいというか毎年私は5月にアメリカに、はい、連休の時必ずアメリカに行くんですけど、毎年必ずお会いしてます、はい、まあ一国会議員でイエレンさんが会ってくるのは僕ぐらいじゃないかと思いますけどね、はい、まあ、それはどんな話されてるんですか。それは毎年言ってて、バーナンキさんもの、一議員の時はお会いしてたんですけどね、はい、ただバーナンキさんの時は議長になったらもうちょっと他の人にしてくれって言って、うん、次他のコンさんとかなってたんですけど、はい、イエレンさんの場合は副議長の時からお会いしてて、で議長になったらもう変わってくれと言うのかなと思ったら議長になっても会ってくれるんで、ああこれはありがたいと思って、はい、で私はですね、まあ、相手の話は言えないということになってますが、基本的に日本経済の現状をですね、はい、私なりに分析した、そして、私なりの世界経済、はい、アメリカ経済含めてですね、はい、その見通しなんかをお話するんですね、はい、でまあ、それは一般的なその話とちょっと違ったようなことをかなり言いますので、うん、それをなんか偉い、うん、面白がって、うん、聞いてくれてて、まあ、年に1回変な日本人が来て、はい、まあ、結構面白い話をするから、調査局長も一緒に聞くんですけど、はい、非常に楽しみにしてる感じで聞いてくれますね、はい。ではここで一旦お知らせを挟んで、この後規制改革そして国家戦略特区についてお話を伺っていきます。栄養の偏りが気になる方必見、野菜、魚、肉の栄養がバランスよく取れる話題の健康サプリが1000円で試せるチャンスです。皆さんが不足しているなと思う栄養素は？野菜？野菜は食べる。ビタミンですかね。アミノ酸って何に入ってんだろうとか。EPA とか。魚はあまり取れてないんですよ。そんな皆さんの不足している栄養素をバランスよく底上げするのが栄養素の宝庫、夕暮れなプラス。今話題の夕暮れなは、和名では緑虫と言いますが、わかめや昆布と同じ藻一種なんです。この夕暮れなには食物繊維など野菜の栄養素だけではなく、さらに EPA をはじめお魚の栄養素やアミノ酸などお肉の栄養素まで、不足しがちな栄養がバランスよく取れる、まさに栄養素の宝庫なんです。そんな夕暮れな、技術的に商品化は難しいとされていましたが、株式会社夕暮れなが世界初大量生産に成功。さらに夕暮れなと相性のいい乳酸菌ラクリス S を1億個プラス、それが夕暮れなプラスなんです。
魚、肉、野菜のバランスも取れていて安心感はあります。ユーグレナのおかげで栄養素のバランスとかそういった心配はなくなりました。体が軽いなっていう感覚はあるので食物繊維もいっぱい入ってるしやっぱり飲んでみた実感ですよね。栄養素の宝庫ユーグレナプラス、ここで特別モニター募集のお知らせ。先着5000名様限定、およそ2週間分お試しセットがなんと1000円でお試しいただけるんです。お申し込みは0120-39-4907 39-4907まで。今から約30分間オペレーターを増員してお電話お待ちしております。はい、続いてですね、はい、まあ、大臣にですね、まあ、成長戦略の要になるって、まあ、先ほどその IR がですね成長戦略のまあ一つの柱になっていくだろうというお話があったんですが、やはりそのマーケットではまあ規制改革、これはやっぱり大事ではないかと、特に外国人投資家とかがですね見てるわけなんですが、まあ、その規制改革のご担当として、大臣が考える一丁目一番地、何が大事 それをどうやっていくのかというのをぜひ聞かせてください。はい、成長戦略というのは要するに基本的に生産性をいかに上げるかということなんですね、うんうん、はい、まあ、それからいけば日本の場合はまだまだ生産性が低くて、うん、これは全体に通じてそうです。サービス産業は生産性低いと言ってますが他も低いです、もう世界の中でも、後ろの方、うん、まあ、これはまあ基本的な僕は企業経営者がだらしがないというふうに思ってもいるんですけれども、同時にやっぱり規制が結構、うん、関係してて、うん、まあ、その中でも特に農業、うん、それから労働市場、はい、これが、まあ、大きな看板だと私は思っています、はい、それで、まあ、農業については、今回の規制改革と特区でですね、はい、かなりメスを入れて方向性を出しました、はいはい、全農の販売流通システム、それから生乳の話もメスを入れましたし、はいはい、これは自主的な改革をするけどチェックするということになってますので、これはもう方向ができた、うん、それから私は最終的に日本の農業が強くなるためには、うん、生産性を上げるためには、うん、もう法人による、はい、農業経営を全面的に認めると、これしかないと思ってまして、はいはい、そうじゃないと、うん、設備投資をして、どんどん IT を入れてという方向に進まないんですね。それから若い人がやっぱり社会保険とかの面倒を見るという株式会社なり株式会社じゃなくてもいいんですけども有限会社でもいいんですけど、はい、法人形態じゃないと来ませんから、そういう形にしなきゃいかん、うん、でこれは非常に強い抵抗もあるので、うん、今回国家戦略特区の方で、はい、まず一部でやってみようと。なるほど。で兵庫県の養父市で初めて株式会社が農地取得を認めました、はい、これは実績を上げてもらって、うん、ぜひ全国的にですね広げていきたい、うん、将来的には日本の農業は、うん、株式会社はじめ法人に農地取得を認めて、経営をやらせて大規模にやるという形にすれば必ず大成長産業になると思います、うん、それはオリンピックぐらいの時にはぜひやりたいですね。なるほど。で問題はその労働市場が遅れてまして、はいはい、これは、まあ、国会の仕組み上の厚生労働委員会というのは、まあ、いろんな法律があって、うん、常に対立委員会なもんですから、はい、なかなか労働関係の法案が通らないんですね、いわゆるホワイトカラーエクゼンプションという法案についても、まあ、今回も通りませんでした、うんうん、それから、まあ、最終的には、うん、紛争解決を金銭で、できるという、はい、ことに持っていかないと、やっぱり海外投資家から見れば、不必要な人材を抱えててできないという、うんうん、なかなかできない。それから日本の企業もなかなか正社員採用に踏み切れないのは、うんうん、一旦正社員にしてしまうと、はい、なかなか能力がないと判断しても、うんうん、辞めさせられないというところがありましてね、はいはい、だこれは労働者の立場から見てもちょっと不幸なところがあるので本当はそこまで行きたいんですけど、なるほど、まあ、残念ながらこれがちょっと遅れてます、うんうん、まあ、しかしぜひこれは取り組んでいかないといけないと思いますが、農業とか、はい、その他の医療とか介護については、うん、まあ、精力的に議論は進めてますので、やれると思います、うん、
まあ、大臣がですね政策を進めていく上でですね非常に大事に考えていらっしゃるのが、まあ、その元になるデータですとか、統計のあり方、そこのところをもう少しこう改善していかないといけないんじゃないかということを、まあ、あの持論として言われてますよね。その、まあ、今の統計で何が問題でですね、で、まあ、政策も、まあ、エビデンスベースとポリシーメイキングと言われるようなものでやっていかなきゃと、そこをどういうお考えなのかというのを教えていただけますか。私は行政改革の立場からですね、そのやっぱりあらゆる政策っていうのは財源限られてるんですから、効果的に使っていかなきゃいけないのに、それを判断するためには、データに基づいた証拠に基づいた、議論をしなければそれはできませんよと、でその時に基んだのは経済統計ですから、ところが日本の統計は、もう明治以来各役所がそれぞれ勝手に作ってて、GDP 統計なんてのはそれをまたもらって、まあ、いろいろ加工して、苦労して作って、その土台がガタガタしてるのに、四半期 GDP だけを皆さん見て、それで景気判断しようとやってるわけですね、土台がおかしいのにそれでちゃんとした判断できるわけないと思ってるんですけど、したがって私は今回も抜本的な統計改革をやって、システムとしての統計制度というのを作り直さないと、まあ、中国の統計が あんまり当てにならないと言われてますけど、日本の統計もそのうちそう言われるようになるんで、そうならないようにしなきゃいかん。で問題は、例えば成長戦略で言ってるんだけど、産業別の生産性上昇率のデータは全くない。それでいて成長戦略どの産業を進めてできますかと、全くエビデンスなくて議論してるわけですから。それからサービス産業の統計ありません、ところが今やサービス産業の方が6割7割を占めるようになっているのに、これが GDP 統計に反映されてないという極めていびつな感じで、今までやろうと思ったけど、まあ、人も予算も足りないということもあるし、そういうことに関心が皆さんなかったので、できてませんでした。だからまあ今回総務省と内閣府で研究ができて、その景気判断を良くするためにという感覚でやってるんですね、私はそれだけじゃダメだと、景気判断を良くするということにも矮小化しちゃダメなんで、統計というのは経済構造全体をしっかり判断するための材料なんですから。なるほど。一時的な景気判断がどうか、まあ、それも大事だけど、もっと根の部分をね、しっかりしたものにしなきゃいけないんで、今回提言して来週の月曜日21日か、経済財政諮問会議で最終的な基本方針が出ると思いますが、まあ、その中に、GDP 統計の改善の仕方と、それからもっと根本的な問題に対応するための閣僚級の、統計改革推進会議というのを設置するという方向が出てくると思います。まあ、これからそのシェアエコノミーとかですね、新しい経済の形もあるんで、そこをどう捉えていくのかというのも非常に大事ですよね。そういうのは全く統計取れてませんのでね。ではおしまいに簡単にですね、最後に2017年の日本経済を取り巻く環境についてお考えをお聞かせください。まあ、アメリカが積極財政に行ってますから一時的にはいいと思います。しかし先ほど申し上げたように、これが保護主義になってくると長期的な問題が起こってきますから、したがって2017年を限ってみれば日本経済の状況は非常に